蒸留所です。ウイスキーにはこの他にトウモロコシなどの穀類を原料としたグレーンウイスキーというものもあるんですが、この白州蒸留所ではモルトウイスキーのみを製造しています。まずお酒は大きく分けまして、ビールなどの